役中村ゾーンに入っていた。こちらすでに貼られた記事。9回にし大谷がトラウトを空振り三振、打者トラウト、投手翔平、後ろはローンデポパークの景色、異様な雰囲気だなと、最後要求したスライダーがスローモーションのようにミットに入ったと感慨深げだった。映画やん。こいつ決勝の話だけで引退しても一生食っていけるよな。もっとあの回の話を聞かせろ。ヤクルトに帰ったらいろいろと絶望しそう。無能なキャッチャーならストレート要求して打たれてそうやし、もう今後一生こんな場所でボール受ける機会ないだろうし、すごい経験だよな。世界一の瞬間のボールをグラウンドでキャッチするなんて野球少年の最高の夢の一つやろしな。無音スローモーションのラストシーンが見える見える。最高やな、こういう話すこ。やっぱり中村がスライダー要求してたんか。誰もが最後はストレートやと思う中、スライダー選択したのはさすがや。リーグ2連覇、ヤクの背番号27継承、 WBC 優勝、ここ3年で人生のピーク迎えすぎやろ中村。日本シリーズ MVP も付け加えろ。基本ヤクルトへ週刊。要求したボールがその通り来ることに感動してそう。決勝で一番体力と精神力を消耗したのは中村やろうな。ヤクルトでのリードに行きそうやね。中村選手お疲れ様でした。